こんにちは今日は、まあ、私自身と言いますか、まあ、このチャンネルのね話になるんですけど、まあ、ちょうどね、えー、去年の参院選からは、まあ、あれ令和新選組を,を、まあ、フューチャーして、えー、チャンネル運営をやってきてでまあ、まあ、その当時のね、えー、環境というのがあってで、まあ、その環境からね、えー、今年からちょっと変わっていって。 まあ以前はね、YouTube ライブとか、でまあ、まあまあ頻度で、えー、やってたんですけれども、まあ、そういうふうなね、環境が変わってしまって、まあ、YouTube ライブが、まあ、ちょっと難しい、そしてまたちょっと時間もね、えー、なかなか取れなくなってしまって、まあ、なんかのね、えー、ついでにちょっとこういうふうなあツイキャスでやってるというようなスタイルになって。 で、またね、えーまあ、このコロスケんのことがありましたのでまたね、ちょっと環境、職場環境がちょっと変わるでまあ,あ、以前よりね、ちょっと通勤時間、まあ、職場と自宅と、まあ、それがね、えー、今までよりももうちょっと距離が、えー、できてしまうということでまあ、 その分ね、どうしても時間が取られてしまうとなってくるとまたこういうふうな、ねえー、ついでにやるっていう時間も壊われていくというふうになっていってしまうかなというのが今の予想です。でまあ、来月からね、ちょっと変わるのでその変わる段取り準備とかもありまして、まあ、ちょうどね、今、地木戦をやっているわけですが、まあ、その辺もね、なかなか。 えー、情報収集も難しくなるかもしれないなと思ってます。まあ、とはいえね、えーまあ、いざ準備始めたら結構スムーズにいったりしたりとかしたらねまたこういうふうな、えー、配信もしていきますがまたひょっとしたらねちょっと配信更新の,その頻度がね、えー、まあ環境の変化になれるまではちょっと。 落ちてしまうかも、まあひょっとして環境が変わったせいで、えー、頻度が落ちるかもしれないなとそれ自体はねやっぱり、えー、まあ通勤時間が長くなるっていうことだけしかね、えー、今ではちょっとわからないのでまあどうなるかなというところの報告でございましたということでねまあその間にねちょうどと実践、えー、ちょうどね、えー、須藤元気さんが応援に来られて、まあ、若干こう火山 向きもね変わりつつあるかもしれないんですがまだまだねやっぱりあの風向きを変えていかないといけないと思いますしで、まあ、あの野原さんがね参戦するということで、まあ、いわゆる創価学会票ですよねあの辺の動向っていうのも、まあ、どうなるのかなっていうところで、まあ、私、1つその目安として思うのは いわゆるその令和バッシング山本太郎さんバッシングっていうのがこうそういう逆風が出てきて初めてこうなんかようやくこうあちらさんに存在感が出せてきたのかなまあ、要はあちょっとワンチャン勝負が、あのー、可能性が出てきたんじゃないかなと思うのでまあ、そういう風なね、えー、ところものが出てきた時にまともに相手にするんじゃなくてまあ、こっちはこっちで。えー 山本太郎さんが知事になったらこうなるよっていうようなね、まあ、そういうふうな何て言うかなあのディスってもあんまりこういいことないと思うんですよねディスするとその相手の支持者っていうのが反発していくところもありますし誰かをディスるのを見てこう気分がいいものではないと思うんですよね基本まあその山本太郎さん陣営仲間同士から見たらね気持ちいいかもしれんけど そのいわゆるもう関係ない人無関心層から見たらもう誰かをディスってるっていうのはもう本当にあんまり気持ちよくないと思うのでなんでまああの小池さんに対してもね何、えー、もしへんやんっていうディスりもしたいかもしれないけどもそうじゃなくてえ山本太郎さんをチョイスした場合の明るい未来っていうのをえ見せていくイメージさせるっていうのがまあ いいんじゃないかななと個人的には思っててましてなので、まあ、今はねちょっと明るい未来というよりかその,かあの暗い現状をこう再認識させてるのでもうちょっとねなんかそういう明るい未来的な、ねえー、ものができていくと、まあ、もっと風向きも変わるんじゃないかなと、まあ、私個人としてはね思っております。ということで、えーまあ、環境が変わることでどうなるか分かりませんがまあ えー、都知事選ね関与できる人はそれぞれの立場でそれぞれの、ね、応援をしっかりしていただいてまあねちょっと今の方向性とは違う方向性に、ね、なってほしいなとは思っている次第でございましたということでねまたよろしくお願いします。